新潟市東区でタクシー運転手が殺害され、売上金が奪われた事件から昨日で丸14年。遺族などが現場で花を手向けました。この事件は2009年11月1日、新潟市東区でタクシー運転手阿部次男さんが殺害され、売上金が奪われたものです。県警は阿部さんが JR 新潟駅前で乗せた最後の客とみられる男が事件に関与した可能性が高いとみています。事件から丸14年が経った昨日、遺族などが現場で花を手向けました。県警は現在も55人体制で捜査を続けていますが、容疑者の検挙には至っていません。14年って言われても長いみたいな、短いみたいな、とにかく一日も早く犯人を上がってもらって、主人に上で本当の意味で休んでもらいたいと思います。県警は些細なことでも情報を寄せてほしいと呼びかけています。